はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ、今回ですね、昨日ミラルーツの動画出したんですけれども、そのミラルーツの装備っていうのがね、実装されました。そしてですね、その、装備が装飾品にね、精錬できるんですけれども、その精錬玉がめちゃめちゃ強いということで、タイトルにある通りなんですけれども、今回はね、それをね、作っていきたいなと思います。でね、どんな感じに強いかっていうと、まずですね、もう待ち望んでた、みんな待ち望んでたであろう1000プラス3の弾がついに実装されたということでね、ちょっともう付帯が流行ってるこのご時世、ちょっとね、もう古いかなっていうところあるんですが、まだね、付帯作ってない方なんかはもうぜひぜひ作っていただけたらなと思うんですけれども、僕が一番ねすごいなって思ってるのは、攻撃プラス3、猛進プラス2、天雷プラス2、吸血プラス3の、素粒拳銃 GX1、 これがめちゃめちゃ強い。これやばいですね。これ1個あるだけでシミの範囲がめちゃめちゃ広がるので、今回はね、こちらを作っていきたいなと思います。でね、どうやって作るかっていうと、シュレンドーのポイントでね、アイテムを交換して素材を手に入れなくてはならないんですけれども、これがですね、僕も作ったことないからわかんないんだけど、これ全部一旦交換して、全部ね交換して、で、1個分らしいんですよね。弾1個分とかっていう話らしいんですけれども、で、その1個分っていうのが、その1週間に1個しかね作れないんだよね。この交換可能回数っていうのが、1週間に1回メンテナンスの時にリセットされるらしいので、だから要するに1週間に1個らしいんですけれども、ミラボレアス、ミラルーツを3回倒してあげれば、この弾がね3回交換できるので、なんつうのかな、これを使って作っていくみたいな。とりあえず交換していこうかね。とりあえずどんどん交換して、全部交換しちゃいましょうか。多分本当にこれは弾1個分の素材になってるんじゃないかなと思うんですけども、これいっぱい持ってる人はサブでも倒してる人だと思うので、よくわかんないんだけど、とりあえずこれで交換可能回数ね、フルでやったので、ちょっと装飾品というか、装備見ていこうと思います。お、あった、 G 級の普通の防具のところにありましたね。エルゼの下にあったわ、素粒GX ヘッド。これがですね、 GX からのね、やつ、装備になってるんですけれども、こんな感じ、強いですね強いね、強いですね。ちょいちょい腕利きが入ってる部位とかもあるみたいなんですけれども、とりあえず付帯の方は多分 GX1 安定なんじゃないかなというふうに思います。じゃあ早速作っていこうか。素材が1個ずつね、素材見ていきましょう。こんな感じですね。とりあえずじゃあこれで作りまして、いや、これめちゃんこ強いですよ。毛を玉のね、に変わる新たな部位ということでね。続いてレベル2の素材、レベル2から3になるのがこちらです。目ですね。で、次が、こちらで、わあ、本当にこれ弾1個分なのか、これ。おーおーおお、あ、弾使って、最後に弾2個使うんだ。はい、これでできました。はい、じゃあちょっと精錬して、精錬見てみましょうかね。先ほど言った値になっております。これめちゃめちゃ強いですね。いやー、これはね、今週は僕はね、もう圧倒的にこれを押します。毛を玉のね、剣士 GX4 なんかがね、猛進天雷って感じで入ってたんですけれども、今回は攻撃プラス3ということで、これはやばいですね。これもう精錬しちゃいます、ドン。ということで、こんな感じで、できました。本当に全部使ったのかね、これ見てみようか。超特殊アイテムで、おお、全部、本当に全部0個になってる。てなわけでね、ミラボレアス、ミラルーツ3回で討伐してあげたら、多分大体これ、全部はきついのかな。シュレンドね、もうちょっと回ってると思うので、ぜひこれね、討伐数3回、ね、毎週3体倒して、で、シュレンドちょいちょいやって、これ全部一旦交換しといてっていう風にね、やっておくといいんじゃないかなと思います。この弾めちゃめちゃ強いのでね、特に付帯使ってる人なんかは本当に今めちゃめちゃやばいと思うので、ぜひぜひこちらの、素粒拳銃GX1 作ってみてください。ということで、今回はこんな感じで、ルーツの弾のね、精錬弾を作る作り方と、1週間に1個しか作れないよっていうのと、スキル値の話でした。ぜひぜひ作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。